それじゃあふたるる3人で白地のとこに行こうぜ。おお、最初この3人で始まったんだもんな。3人で行きましょう。いやほんとでもこの辺を村っぽく開拓していくのは大変だぞ。結構土地を平らにならして、ならした場所を草原とかにして、で建物作って畑作って。いやちょっとでもやりがいがあるな。また動画撮ってない時とかにいっぱい進めとこうかなって思うんだけど、なかなか大変な作業になりそうだね。ここにまともな村っぽい村を作るのは。じゃあ行こうか。あ、ちょっと待って、もう夜だな。寝ようとりあえず。新しい島がそろそろ発見されると思うんだけど、白地好きだなそこ。あ、そういえば小さなメダルも手に入れてるから。不王お主小さなお主かわいいな。隙間にはまってる白地小さなメダルに興味があるようじゃな。何を隠そう、わしは前も聞いたから。それは持ってきたよ新しいの。小さなメダルを3枚預かった。で10枚集めてくれたお礼にリボンをやるぞい。やった、これおしゃれアイテムかな。次は14枚になった時に、あ、ローレシアの服のレシピ。うわこれ欲しいな。ローレシアの王子っていうのが、ローレシアっていう国の王子がドラクエ2のドラゴンクエスト2の主人公の一人なんだけど、それのコスプレができるってことだよね。じゃあ普通に話聞くよ。改めて石板のお題をよくぞこなした。見事であったぞ、うしさ。この島はお主の島じゃ。これからも仲間たちと共に好きなものを自由に作っていくがよい。そのためにもじゃ。おう、出てきた。隙間から。最初、ああ、戻った。出てきたのに戻った。そのためにじゃ、最初に教えた掲示板に続いて他のビルダーと交流する方法を教えよう。あ、これマルチプレイ解禁されんじゃないの。一応このゲームマルチプレイができるみたいなんだけど、ここでようやく解放されるんだね。別の世界別の時間にいる同じ志のビルダーたちと交流し、共に物を作るのがオンラインモードじゃ。おお、ここはお主が島に来た時シドーと共に大ネズミと戦った洞窟。ああ、あれか。この場所こそビルダーを呼んだり他のビルダーの元へ行ったりする玄関口となる場所なのじゃ。なるほどね。こいつ誰なんだよ。こいつ誰なんだよ知らない人来ちゃった。まあ、マルチプレイではストーリーは進められないらしいけどね。おお、チャコさんの踊りMP 吸い取りそうな踊り。今のお主ならこのビルダーの扉を開けるはずじゃ。洞窟へ行き扉に触れてみるがよい。いや、こいつらは本当に誰なんだよ。帰ってっちゃった。そう、空っぽ島で一緒に物を作れるって感じらしいね、マルチプレイは。だモンゾーラ島みたいなストーリーに関わる島には行けないみたいな。このビルダーの扉の周りをナイスに飾り立っておくと島に来たビルダーを驚かせられようぞ。あ、確かに。なるほど。話はよく分からなかったけど、他の場所から仲間を呼んでみんなで一緒にルル王国を作れるわけね。牛沢村ね。他のビルダーの島に行って指導帝国を譲らねえなこいつら。作る参考にもできるわけだ。そいつは悪くない。仲間と物を作るのはこの上なく楽しかろう。必ずではないが気が向いたらやってみよう。そうだね。さて次の島のことかな。来た来た来た。そろそろお主を新たな知恵と導く時が来たようじゃ。船着き場の船長と話してみるがよい。急ぎ浜辺に行ってみるのじゃ。おお、オンラインモードについて詳しく話を聞きたければもう一度わしに声をかけるのじゃぞ。あざっす。友達とマルチプレイ。いやでもマルチプレイまで結構長いよな。ここでやっと解放だもんな。旅の扉を使うと自分の空っぽ島に友達を呼んだり人の空っぽ島に遊びに行けるぞ。楽しそうだね、みんなで物作るのもね。えははは、金銀財宝であふれかえる島とは楽しみだ。ああ、そうだね。鉱石がある島とか言ってたね。早く新しい島に行こうぜ。ルルおとなしく待ってるから思う存分新しい島を冒険してきてね。新しい島にはまたシドーと2人だけで行くのか。新しい仲間たちはこの場所にずっといる感じになるので。あ、空腹だ空腹。野菜炒めも減ってきたな。畑作らないとな。じゃあそうだな、この辺りの開拓は動画撮ってない間に進めたりするとして、今は新しい島行ってみようかな。試しに行ってくるよみんな。ちゃこさん、ちゃこさん、うささん、改めてすごいものづくりでした。島の景色ごと作っちゃうなんて、あ、変わってないや。よし、そういえばなんか手紙届いたとか言ってなかった。ヒースよりヒース、ハーゴン教団を抜けた私は毎日ものづくりのことを考えています。そう、もはやものづくりこと私の人生。私は日夜ビルド教をその教団は作ってねえんだよ。その旧宗教法人は広め歩いています。自治体にいたトマト好き多くもビルド教、あ、あいつ仲間になったの？なんで俺いる時に仲間になるよあいつ。俺がいなくなったからかな、むしろ散々ひたひたにしちゃったし水攻めして。へえ、私はモンゾーラでものづくりを広めながらあなたのご活躍を祈っています。なるほど、あのトマト好き多くがプレイヤーにとってそこそこ愛着ある感じになってるのを見越しての手紙の内容だね。じゃあ船長見つかった？うささん、ちょうどいいところに来たでやす。以前お話ししたまだ見ぬ大きな島への航路をとうとう見つけたんでやすよ。どうやらその島はオッカムルという島のようでして、にぎわう鉱山の島だとか。オッカムル、ドラクエ2にあったっけ？あんま聞き覚えないな。フォフォフォ、そうじゃそうじゃ、オッカムルじゃん。あ、いつの間にオッカムルは金銀財宝であふれかえるロマンに満ちた島。そこでなら金や銀銅などの新たな素材に新たな仲間も見つかるじゃろう。そうだね、みんなのためにまた新しい仲間を見つけてこないと。オッカムルから鉱石を持ってきて新たな建物を建築すれば、もっともっと島が人でにぎわうぞい。ははは、悪くない。うっさ、準備ができたらそのオッカムルって島に行ってみようぜ。それにの、その島にはダンスが得意で心清らかな美女がいるそうじゃ。ほう、いつも女情報を教えてくるなモンゾーラ行く時も女情報、ナオン情報を教えてきたよね。空っぽ島でのものづくりを堪能したら新しい冒険に出発するがよい。辺りの海域は調べが済んでやす。オッカムリ島に行ってもいつでもここに帰ってこれやすよ。さあさあ牛田さん、新しい島に行きたくなったらまた声をかけるやすよ。じゃあ行ってくるよルル。ルルおとなしくなってるか待ってるから思う存分新しい島を冒険してきてね。よし行くぜ。またあれ、そっちなんだ。あ、ここ空っぽ島か。ここ新しい島なのかと俺思ってたわ。前そんなこと俺言ったよね。あ、すいません、お恥ずかしい新しい島こっちなんですね。まあでも素材島じゃねえ、空っぽ島にもまたいつでも戻ってこれるだろうから、いろいろね、開拓する作業がしたくなったら行っちゃうか、オッカムル島。じゃあセーブします。ただし足の船は大きくないんで、この島で集めたものは置いていってもらいやす。新しい島で裸一貫で頑張れやすそんな大した荷物じゃねえのに、せめてある程度の荷物はなんか持っていかせろよ。厳選して素材島行くときはなんか好きなだけ持ってこいみたいなこと言ってたのに、素材。そっか、また持ち物なくなっちゃうんだ。お、みんな来た。うさ、いよいよカメラ寄せたい新しい冒険に出かけるのね。どうか新しい島で新しい素材と新しい仲間を見つけてきてください。いやー、でも行く島で仲間見つけて帰ってきたらすげえ大所帯になるよね。最終的に空っぽ島、多分モンゾーラ島だけで8人ぐらい連れてきたもんな。この島のことは我が輩に任せよ。大船に乗った気で小舟に乗って行ってこい。モンゾーラのことを考えるとその島も一筋縄ではいかなそうっすけど、必ず無事に帰ってきてくださいっす。うっさ、あなたの代わりにルルが島のみんなを監督しておくわ。思う存分新しい島を冒険してきてね。頼むよ監督。さあさあ船に乗るやすぐに船を出しやすよ。新しい冒険だ。いやでもモンゾーラと同じぐらいのボリュームがここからまたあるって考えるとめちゃくちゃ遊べるなこのゲーム。ただでさえ素材なんか素材島って言っちゃうな。空っぽ島のこと、空っぽ島の開拓なんて無限にできるのに。おっかむるうずもれた黄金鏡。鉄とか銅とか手に入ったら武器も強くなるし、作れる家具とかの幅も広がるよねきっと。ここが白尻のやつが言ってやがった金銀財宝であふれかえる島。なんか早速もうなんか鉄のブロックがあるもんね。これ鉄っぽい。ずいぶん寂れたところだな。こんなところで俺たちの島の仲間や鉱石なんて集まるのかよ。いつでも空っぽ島に帰れるより今後はここでお二人をお待ちしやすか。帰りたくなったらいつでも来てください。 OK。 いつでも空っぽ島を開拓できるん。え、うお、なんだこの夜は。どうしたどうしたどうした。ははは、うさ、この島にも何か秘密がありそうだな。早速あたりを調べてみようぜ。あ、この BGM トルネコの BGM か。ドラクエ4の BGM ですねこれ。あ、鉄壊せる。え、すげえ。このハンマーでも壊せるんだ。何あのブロック。アイアンの壁。アイアンの壁鉄の壁じゃダメなの呼び方。へえ、初めてのブロックだ。じゃあ適当に進んでみようか。あ、でもなんかもう生活感あるよこの辺。昔はここに建物とかあったんだろうね。なんか土が盛られたりしてるけどこれなんだ。ええ、なにこれ。あ、すげえ土の塊。へえ、あ、そういうのあるんだ。初めてだね。あ、ちょっといい家具あんじゃん。これ椅子だな、石の椅子。いや、ちょっとこんなことしてる場合じゃねえんだわ。生活感がある場所も気になるけど、向こう、うっさ、モンゾーラジメジメしてたが、ここはカラカラでやけには、確かにサボテンとかあるしね。環境的には砂漠とかある感じだ。でもここまさに砂漠だもんな。ん？乾燥してるのか。お肌のトラブルが多くなりそうですね。なんだあれ。ん？あ、あれ線路か。トロッコで移動するみたいな概念生まれるんじゃない？線路。これはまあ前作でもあったけど、こうやって線路つなげてさ、トロッコでガーって移動するみたいな移動手段があったんですよ。おいさ、このカクカクしたのはなんだ？なるほどね。何、線路だと上を乗り物が走るのか。ははは、そいつは面白そうだ。ん？おお、また夜か。ここは本当に地震が多いみたいだな。うおっ、砂漠で嘘だー。なんだ、砂漠なの上だけじゃん普通に土の層があるんじゃん。地震で地面に穴が開いたみたいだな。怪我はないか、うしさ。とにかく何か積んで上に上がろうぜ。え、なんかこっから洞窟が広がってたりしない？しないな。ただの落とし穴じゃん。誰の嫌がらせだこの野郎。さっき土手に入れといてよかったな。なんだよ。どうした、何かやばい感じか。まさか壁が壊せなくて積むものがないなんて言わないだろうな。いや、あるし。あるよ今。あ、でも確かに俺たまたまさっき土手に入れてたからだけど。あなたたち大丈夫？本来何もない状態でこの落とし穴はまってもおかしくないもんね。あっちだ、牛だ。お、ナオンだ。あ、大変。これを使って登ってきて。踊りがうまい美女かな、白爺が言ってた。え、これに捕まって、これに捕まって、え、どういうこと？何か積んで上に、あ、今ブロックくれたのか。そっかそっか、砂30個。あ、なるほどなるほど。これがあれば楽々登れるね。ありがとう。助け、あーびっくりしたビビらしやがって。無事でよかった。怪我も大したことなさそうね。それじゃあさよならよそ者さん。この島には長居しない方がいいわ。この島に仲間と金属を探しに来た。心当たりはないかですって。あなた何者なの？ビルダーさ。ビルダー、あんたそれ本当なわけ？ここの人たちもモンゾーラ島と同じで基本信者なのかな。ハーゴン教団のものを作るビルダーか。あ、でもそういう反応でもないな。あたしはペロ。犬みたいな名前だな。あなたが本当にビルダーなら頼みたいことがある。お願い、あたしと一緒に来て。ほう。あたしについてきて。この人が急に落とし穴にガーンってはまったら面白いんだけどな、これね。立場が逆転する。はまってくんないかな。あー、でもすげえ。何これ。何この施設。もともと何だったのここ。へえ、あ、線路が。組み上げられて、まあなんか金属とかの資源が豊富って言ってたし、炭鉱みたいなのがあったのかな。とりあえずこの人についていくしかないか。いろいろ気になるけど。お、人がいるね。荒くれ者たちが。あ、なんだ、だいぶ生活感あるじゃん。原型あるじゃん。建物とかの寝床もあるし、すでに。で、なんかみんな落ち込んでますけども。どうしたどうした。さっきの人はうっさ、ありがとう。一緒に来てくれて。ペロね。この島はオッカムル島。昔はたくさんの鉱山があって金銀財宝で溢れていた島よ。そんなこと言ってたね。でも今は鉱山も閉鎖されて坑道作りや鉱石の加工もできないわ。またいろいろ復活させて鉱石を掘りまくるっていうのが当面目標になるのかな。そしてここがすっかりボロボロになったかつての鉱山街。奥にあるのが潰れたバーよ。あ、なんかバーのマスターみたいなやついるもんな、あそこ。ああ、潰れたバー。私は鉱山を復活させてここを活気あふれる鉱山街にしたいの。あなたみたいな人を待ってたのよ。これはもうビルダーにお任せあれでしょう。だがこれだけ人がいればどうにかなりそうじゃないか。何か問題でもあんのか。そうね、理由はあそこでうじうじしてる男たちに聞いてみていやー、うじうじしてますよ、だいぶ。この渋いマスター。ねえ、こんなもうさ、歴戦の傭兵みたいな傷だらけの男。あ、すごい。なんかベルがある。鳴らせないんだ、このベル。どうしましたマスター。いつものあなた誰です？こんな暗い顔の中年にニコニコと話しかけてくるなんて。顔はもう笑顔が張り付いてますから。はぁ、ビルダーなんて恐ろしい。笑みをたたいた悪魔ですか、あなた。あ、やっぱこういう人もいるんだ。ペロは違ったけど。お前さんよそ者か？冗談でもビルダーなんて口にするな。ハーゴン様の教えに逆らうんじゃない。あ、様って言ってるもんな。ここでもやっぱそれはあるんだ。基本、ハーゴン教の信者っていう。この島はかつて多くの鉱山とそこで働く荒くれであふれ、私が経営するバーも大にぎわいでした。しかしもうダメなんです。島がゴールドラッシュに沸いたのは過去の話。私の夢もついえたのです。それに坑道を作り金属を作ることはハーゴン教団の教えに反することだ。そして何よりこの島の住人はビルダーを憎んでる。悪いことは言わん。ここから出ていけ。住民も教団の教えでってわけじゃなくて、みんなビルダー憎んでんの？おい、聞かせろわ。聞かせろや。なあミルズ、やっぱりどうしてもダメなのかな。おいらはマッシュもおめえも見ただろ。坑道の入り口はでけえ岩で塞がれてる。あれを壊すなんざ土台無理な話だぜ。ほう、それをぶっ壊せばいいんだな。うお、誰だお前。うお、ビルダー、そんなひょろひょろな体でか。筋肉の方のビルダーじゃないからね。ボディをメイクする方じゃないから。なんだお前その動き。やめろポージング。よじゃねえんだよ。俺たちは教団の偉いさんに筋肉を作ることすら禁止されていた。嘘でもビルダーなんて言うんじゃねえ。ポージングをやめなさい。右ストレートが入った。おいらたち鉱山街を復活させたいペロの願いを叶えるためにここに来たんだぞ。ペロはおいらたちのアイドル。恋人で妹で姉貴で姪で母親で。あれそんなんヒゲにも効いたな、モンゾーラ島の。父であり母であり。安らぎで輝きで夢で希望だぞ。そんな愛するペロがどうしてもって言うから来るには来てみたが、そもそも行動に入れねえし。いざとなると教団の教えに背く行動作りや金属作りは怖くてできねえ。うお、俺らもう嫌だ。ルビーラテキーラみたいなもんか。でも飲まないとやってられないぞ。あ、まずはバーを復活させんのかな、じゃあ。バーを復活させて、そのテキーラみたいなやつを飲めるようにする。うさシド、みんなの話聞いてくれたのね。うまくいかない理由分かったでしょ。ちなみにツルツル頭なのが元鍛冶屋のカルロ、あの傷だらけの男ね。海外のゲームに出てきそうな。蝶ネクタイをしてるのが父のアーマンよ。あの傭兵面の坊主と。うん。鉱山の閉鎖と教団の教え、ここの奴らも教団に洗脳されてるわけだ。そういうことだね。島のみんなはそうね。でも私はハーゴンの教えなんかこれっぽっちも信じてないわ。私は鉱山を復活させて島に活気を蘇らせたい。そして父の父、あの人お父さんなの？あのマスター、父の潰れたバーを再建したいのよ。え、バーを再建して父親を元気にしたいなんて父親思いだですって。別にそういうんじゃないわ。自分のもうそういうのいいですから。お父さん好きなんでしょ？自分の父親にふぬけ顔でいてほしくないだけ。ねえねえ、ところで牛さん、あなたビルダーならルビーラを作れないかしら。テキーラ、島伝統のハッスルドリンク。それ大丈夫？成分ハッスルドリンクって非合法の香りがすごいんだけど、ルビーラがあればみんなやる気を出してくれるかも。合法ですよね。まずルビーラを作るための酒樽を作って潰れたバーの目印の場所に置いてみて。で思いつくわけだ。酒樽。なるほどね。あ、ただの飾り家具じゃなくて、まあ、飾り家具って書いてあるけど、野菜や果物をジュースにできるっていう機能もついてるんだ。なるほど。まあどうしようかな。でも一旦この辺で終わりにしとこうかな。またしても問題だらけの島に来た感じだけど、このあっちの方があれかな、炭鉱みたいな場所なのかな。うわ、冒険したくなっちゃう。まあ指示されてないうちから行っても意味ないんだろうけど、ちょっとなんかワクワクするな。なんかこのさ、昔の炭鉱の名残みたいなのが残ってる感じ。あ、ここではもう普通に綺麗な水あるね。いや、ちょっともうほんとやることいっぱいあるけど、今回はここまでにしとこう。じゃあ、かつてはゴールドラッシュでにぎわってた炭鉱街オッカムルの再建、これを次回からやっていきましょう。で、なんか動画撮ってない時に空っぽ島に戻ってちょっとね、村を開拓したりとか、素材島で素材発見したりとか、そういうのはね、空いた時間にやっていこうと思います。はい、ちょっと今回はここで終わろうと思ってたんですけど、今ね、モンゾーラ島のかつての大樹があった場所に来てるんですよ。昔の朽ち果てた大樹があった場所ね。なんかこの島のどっかにね、マギールさんが残した手記みたいなもんがあるっていうのを聞いて、ちょっとそれだけ探してみようと思ったんですよ。なんかね、マギールさんの隠れ家みたいな場所があるらしいんだけどね、なんかそこにハーゴン教団の旗とかあるけど関係ないかな。でもなんかそこはしごとかあるけど、あ、これではこんなはしごかかってたんだな。全然気づかなかったな、前来た時。うわ、割とスムーズに見つかっちゃったやらせだと思われそう。お、そんな感じだ。なんかキャベツ、これキャベツどうなってんの？これなんかプランターみたいになってんのかな。下の土台ぶっ壊しちゃっていいって言いながらぶっ壊しちゃったけど、ああ、プランターだ本当に。へえ。でこれか、メモって。こっちにも本あるけど、創世録と書かれたズダボロ濁点多くない？ズダボロって。ズダボロの本が置いてある。長い式のようだ。本を読みますか？はい。これはマギールさんが書いたやつじゃないのかな。私にとって新天地となるこの地に迷い込んでどのくらいの年月が経ったのであろう。なんか聞いたよね、創世記っていうものの存在。それマギールさんが言ってたんだっけ。モンゾーラと呼ばれるこの島では人々は日々何をするでもなくぼんやりと魚を取って暮らしていた。しかし私は他では見たこともないこの豊かな大地をそのままにしておくのは忍びなかった。だからこそ恵みの大樹を作り、人々をものづくりに目覚めさせたのだ。あ、これ昔のビルダーが書いたものなのか。島の人々が物を作る喜びを知り、満面の笑みでキャベツを掲げた姿を私は忘れないだろう。いや、同じ経験したね、俺も。ものづくりなきこの地に確かなものづくりが息づくことを願いながら、私は次なる知恵と足を運ぶ。あ、オッカムル行ったんじゃないの、この後。この始まりのビルダー、綴られた文字はここで終わっている。へえ。じゃあこれがマギールさんが残したもんなのかな。古い紙に文字が書いてある。何者かが残した手記のようだ。読みます。私は副総督としてこの島にやってきた。マギールさん、島を治める副総督である以上、この島のあらゆることを知っていなければ島の住民たちを導けないだろう。真面目だったんだな。だから物知りだったんだね。私はあらゆる場所から古い書物を集め、島の歴史について学んだ。そこの創世記もその一つなんだ。この島を語る上で欠かせないのはやはり恵みの大樹ということになる。恵みの大樹はまさに島の歴史そのものなのだ。島の大樹はあのニックキビルダーが作ったという。物を作るビルダーなど我らがハーゴン教団の敵でしかない。そしてビルダーこそ人間を惑わす悪。しかし枯れ果てているとはいえ、このように巨大で力にみなぎる木を一から作り出すことができるとは。どうやら私はビルダーにほんの少しだけ興味を抱いてしまったようだ。ああ、ここまでか。ああ、ビルダーとものづくりと出会う前のマギールさんが書いたものなんだね。そっか、なんかマギールさんが最初ね、拠点に来ていろいろ力を貸してくれるって言った時、なんかその流れ多少の違和感あったけど、なんで手伝ってくれるんだって。元からビルダーに興味があったんだね。なんかそれを踏まえると最後のさ、なんか一日だけでもビルダーになれて嬉しかったぞみたいな最後の言葉の重みが変わってくるね。ああ、これ読んどいてよかった。こんな場所あったんだね。はい、つうわけでおまけみたいな感じでマギルさんの手記読みましたけど、また次回からはオッカムルを発展させていきましょう。ありがとうございました。これいつも手間取るなありがとうございました。